華やかでおしゃれな装いで畑で農作業をする武藤千春さん27歳。小諸市に暮らしています。武藤さんは10代の頃、ダンス&ボーカルグループのメンバーとして活躍しました。アーティスト活動を続けながら、3年前に東京から小諸市に移住したのです。移住してからのめり込んでいるというのが農業。はい、そうですね。はい、もともと小諸市に移住してきたっていうのは、農業をやることが目的だったんですか？いや、全然違います。もう本当にちょっと自分の暮らしの中に田舎暮らしとか自然の中で過ごすみたいなのんびりした時間を取り入れたくて、まさか自分がっていう感じです。小さな畑で野菜を育て始めましたが、少しずつ見えてきたのは現代の農業が抱える課題でした。畑を始めたことによって地域の農家さんとつながることも増えて、でやっぱり農家さんの話を聞いてると、すごくイケててかっこいい農家さん、クリエイティブで面白い方たくさんいるけど、やっぱりゼロから1を作ることはできても、そこから先の発信だったりとか、お客様に届けていく、良さを伝えていくっていう部分はなかなかそこに割く時間がないっていうのが課題だっていうことに気がついて、そういう部分が何か、まあ、都市部から来た私だからこそ、で Z 世代の私だからこそ、できることっていうのが、お手伝いが何かできるんじゃないか。農家と関わる中でフードロスの問題にも直面。去年11月、収穫時期が遅れ廃棄される予定だった1万個余りのキャベツや白菜の存在を知ります。規格外でも何でもないし、味もめちゃくちゃ美味しいのに、これ全部捨てられるのっていう衝撃と、やっぱりそういう現状があるっていうことを私も去年まで知らなかったので結構ショックで、ね、今まで普通にスーパーに行けばいろんな野菜が買えてたけど、その裏側にはこういう課題とか、まあ、いろんな人の苦労があったんだなっていうのを知ったっていうのがすごく大きかったですね。そこで発揮したのが武藤さんの持つ発信力。廃棄予定の野菜を販売するオンラインストアを立ち上げ、10万人以上ものフォロワーがいるインスタグラムなどを通じて呼びかけたところ、10日ほどで1万個が捨てることなく売り切れたのです。この農業と、まあ、SNS だったりとか発信っていうのを掛け合わせるって今まであんまりなかったのかなっていうふうに思うんですけど、そこに目をつけた理由はあるんですか？そうですね、まあ、純粋に私が SNS を普段使っているのは、自分が面白いと思ったものを伝えるとか、自分の視点を皆さんに届けて、で何かこう見てる人にとっての価値観だったりとか選択肢が広がるような、そんな発信ができたらいいなと思って SNS を使っていて、今まで農家さんが発信しきれなかったところとか、都市部にいる若い人がキャッチしきれなかった部分を、こう実際に長野県と東京で暮らしている私だからこそできる、そういうつなぎ役みたいな、なんかそんな役割が今後もっともっとしていけたらいいなっていうのはすごく思ってます。そして今年に入り、小諸市内にワイナリーを建設する予定の企業と連携して、耕作放棄地でワイン用ブドウの栽培をスタートさせました。こうしたスピーディーな行動力にベテラン農家も驚いています。夢を持って実行に移って、今こうやって畑で長靴歩きながら汗かきながらいろんな面で吸収してる、そういう面で若さってのはいいな。SNS で栽培を始めることを発信すると、地元の人や県外からの友人、ファンなど200人近くが集まり、自らも教えながら2日間で500本の苗を植えました。動かなくなるぐらいまで。ワインボトルにしたら1000本分ぐらい、まあ、3、4年後にはできると思います。なかなか果てしない長いプロジェクトです。農業って、まあ、少しこう入りにくいというか、なんとなく遠い世界というような感じが、まあ、私たち世代とかもあるんですけど、やっぱそういったことを解消する一つの入り口になりそうですよね。大人も子どももみんな純粋に土いじりを楽しんでたんですよね。
でその景色もあやっぱり能っていうものにはその明るい未来を作るヒントがいっぱい詰まってるんだなっていうのを実際に私も体感しましたし、もっともっとこういう場を作っていく必要があるなっていうのをすごく感じました。あ、こんにちは。ありがとうございます。今月4日に小諸駅近くで開かれた地元農家や飲食店が集まるマルシェ。来場者に農産物の魅力を伝えるだけでなく、出店者同士が知り合って新しい販路につながるきっかけになればと、武藤さんが SNS などで募って開催しました。こういうのやってくれることでまた、まあ、僕らも違うアピールの仕方ができる、そういう場所ができたんで本当に感謝してますし、ぜひぜひ今後一緒に盛り上げてどんどん活動できたらなと思いますね。武藤さんを中心に広がるつながりが徐々に大きな輪に。これからも小諸市から新しい農業の形を発信追求していきます。過ごしてて純粋に私が心地いいと感じる場所なので、その魅力をもっといろんな人に知ってもらいたいと思いますし、そこで作られる農産物だったりとか、そこでクリエイティブにこう頑張る農家さんたちの姿っていうものをもっといろんな方に知ってもらって、小諸の魅力を発信していきたいなと思ってます。